Ashanti. I'm back. Welcome back. I'm a makeup artist based in New York. And today we're going to review from MAC Cosmetics. Yay! This is the holiday collection, right? And then now you see me extra dimension eye kit. The name is so cool, right? I love the packaging. Now you see me. The packaging is so cute. It looks such a good job.Yeah. で今日はねこのねマックさんの、クリスマスコフレですね。で今回も前回と一緒で62ドル分のバリューで39ドルで買える、だから7000円のものが4000円ぐらいで買えるってことだよね、yes. ってなってるのでそれやっていきたいと思います。 Are you guys ready? Let's put the journey. Wow, what's it is? Oh, the back is so cuteThey have a two-way. Yeah, two-way. That's cute. すごい! They have a two-way. So different pocket. The right and the left. すごいね。だから、このカバン自体で、じゃあティッシュ入れとこうか、コスメティックコット入れとこうか、こっちアイシャドウ入れとこうかみたいな感じ。わぁ、何なんでしょうか、これ。見てみましょう。So this is, oh, it's the eyeshadow. So cute! So cute! So cute! Hold on, guys.ってことで、they have so many stuff from this holiday collection. I feel like it is good for the smoky eye. Yeah, right? Usually it's safe for making a smoky eye. So I cannot wait to use it. This is so good. 今日はね、なんか黒とかハイライト系のカラーで、ブラックペンシルとかマスカラ、結構スモーキーアイにいいかなと思うので、このプロダクトを使ってスモーキーアイやっていきたいと思います。First, we're gonna review technical liner. Is this waterproof?Waterproof, yes. So this one will be waterproof, but I want to make a very like strong, cool woman. でね、今日はね、このウォーター、このペンシルね、テクナコーライナーってやつなんですけど、ウォータープルーフになってるらしいので、結構ダークなキャッツアイみたいにしたいけど、かっこよくして、you want, what kind of makeup you want today? Like more like cool? Like cool. Cool, let's do cool. Yes, let's check. Okay.このライナーは粘膜とかにも結構使えるように作られてるらしいので目ギリギリに今日は引いていきたいと思います。だから目の中にもしっかり入れていく、目のこの粘膜に。こう、まあ、こういう感じの目の中粘膜に引いていきます。でこう引いた時にちょっと外から入れていきます。でこれぐらいかな、黒目のところ辺まで入れてブレンドしていきます。ビューティフォー。結構そのアナスタシアは色が白いからこういうメイクめちゃくちゃ可愛くなると思う。はい、ってことでね、次はこの黒のアイシャドウ、どういうテクスチャーなんやろ。ダークハンサムっていう名前です。 The name is so cool. And this one is also very limited for this holiday collection. でこれはね、今回の限定商品になるので、もしよかったら押さえててもいいかもしれないですね。さっき引いた黒いアイライナーの上から色を足していきます。で真ん中に置いたものをまず外、結構色入るな、すごい、結構がっつり入るから、あの1回取った後に何回も取ると結構大変になる可能性があるん でここにさっき入れときましょう。残り少なくなるとこういうふうにちょっと綺麗にブレンディングができるんで、色を置いた状態で上いきます。でこれはね、取れにくくて10時間キープできるよっていうアイシャドウになってるみたいなので、アイシャドウ確かによれるもんね。でもそれが、こう抜けなかったら良さそう。ブレンドがしやすい。こんぐらいぼかしてもかわいいかも。でもこれいいなって思ったのが、ぼかした時にブルーにならないかな。
はい、じゃあ次はこの白やっていきたいと思います。エクストラディメンションアイシャドウのクリエイティブスパーク。 Wow, the name is so good. They did a good job. I love the name. Maybe the name is fingerAnd then, in corner, I'll start to talk to them. で、ここら辺のラインになっちゃったところの上をこれでぼかしてもいいかもね。で、こういうふうに指を使ってラインのところをぼかしていきます。かわいくない？はい、じゃあ次はね、マスカラ。OK、じゃあ 3D ブラックっていう、マスカラをやっていきたいと思います。3D ブラックってどんなんのやろね。This is like this color is 3D black. So this mascara is limited. これはね、あのボリュームを伸ばしながらカールもキープしてくれるらしいんですよ、ね、なんで結構良さそう。マック特有のこのボリューム系のドバッとつく感じはあるから、ボリューム好きな人、かっこいい女になりたい人はいいかもしれない。かわいい。 This is so good. でね、こういうスモーキーアイの時はコンシーラーとかを使ってブレンドしたらうまくまとまります。We're gonna do tutorial for the other side. じゃあね、反対側をチュートリアルして、テクニックもっとより見てもらえたらなと思います。 Are you guys ready? で、Let's put a journey.Thank you very much for watching! イエーイ！ってことでね、How was the holiday collection from Mark? It was beautiful. I loved it. Yeah, I think this makeup is really good on you. Has a little beautiful pale skin. It's dark eyes, so expensive. はい、
ね、こんな感じで、今日はね、マックのコスメチックを撮りました。でホリデーコレクションになるので、もしよかったら試してみてください。これはもう僕この前紹介させてもらって、海外の化粧品買うっていう動画から、日本からも買えるよね、はい、じゃあもうみんな手に入ると思うので、ぜひ試してもらいたいカラーになってると思います。で皆さん本当の応援ありがとうございます。今年もあとわずかですが、ギリギリまでクリスマスコフレやっていこうと思うので、なんかね、こんな動画撮ってほしいな、クリスマスやから飲み会動画でもいいし、ニューヨーク見たいなとか、なんかこんな動画撮ってほしいなっていうのがあれば、どしどしコメントください。はい、はい、じゃあ動画良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。でコメントとシェアも面白かったらしてください。 If you guys like this video, like and subscribe and comment and share ということでね、 and follow her Instagram. バイじゃあね、バイ。はい、I'm back, welcome back, I'm makeup artist です New York、 どうもゲントです、よろしくお願いします。今日はね、イヴ・サンローランクリスマスコフレですね。 I'm gonna review fromホリデーコレクションフォームイヴ・サンローラン、イエーイ。そういう感じです。で